久保さんいいっすね。全員稼げるって、全員ほ、ほぼ、ほぼ全員稼げるっていいっすね。僕もそのキャッチコピー使おうかな。まあ稼げますよと。1円なら、みたいなね。<laughs> ねそう。まあ、自己アフリートやってもらえればね、稼げないってことはないので、まあ、そっか、塾さ、頭金3万も稼げないってこともないですからね。うん、まあ、僕もあの、ドリアカに入ってますけど、 まあ僕のその言ったのは月収100万を突破した人ですね。月収で100万稼げたのかっていうところが2割ぐらいかなっていうところですね。だから数十万とか数万だったら、まあ、やってれば全員ですね。やってればね。それすらやらないんだったら、まあ久保さんのなんかセミナーで1万円いりますかみたいなね。<laughs> いいっすね、それもね <laughs> や。やれば1万稼げるのにいらないですかみたいな。<laughs> ね <laughs> ん そうだからなんか僕は思うんですけどいつもいつもというか前からというかもうずっと思うんですけど本当に稼ぎたいのかなっていう本当に稼ぎたいのかなと思うんですよね本当にお金必要なのかなって必要ない必要,って必要だという妄想なんじゃないかなっていうだって必要だったらやるじゃないですかんまあ何か,か言い訳とか必要なくて必要ならやるじゃないですかで例えば じゃあ大和、ヤマト君が病気になりました。病院行かないといけないです。病院に行く必要があります。え、病院連れてきますよね。え、つ連れてからないんですか <laughs> って話で。いや、もうなんか高熱でね、やばい状態になってるヤマト君が。え、病院い、いや、俺は自分の手でブラックジャックだ、みたいなね。<laughs> 自分で手術するだね。久保さんができるんだったら分かんないですけど。病院連れてきますよね。必要だったら。ら必要なことで絶対やるんですよ。だけど、 やらないってことは必要なんじゃ、本当に必要としてないんじゃないかなと思うんですよね。うん、僕は人生変える、なんだろうな、人生変えたいと思うし、他の人より収入得たいと思ってるし、まあ、この生活を担保するためには自分で稼がないといけないし、まあ、必要なんですよ。稼金稼ぎっていうのは必要なんで、だからずっと稼ぐし。だからこれ、やっぱ違いっつうのは、やっぱ、うん、まあ、サラリーマンでやっぱ給料をもらってるという生活をずっとしてるんで、 まあ、とりあえず会社に行っとけば給料もらえますからね。とりあえず給料もらえるじゃないですか。ね、時給800円もらえるじゃないですか。とりあえず。うーん。だ稼ぐともらうじゃやっぱ自然に違うので、ね。だからもらう人、稼ぐ人にしましょうか。もらう人、稼ぐ人。お金をもらう人、稼ぐ人。いってらっしゃい。